ジョシュ・ブローリンはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親は俳優のジェームズ・ブローリン。1985年にグーニーズで映画デビュー。1987年からはテレビシリーズプライベート愛・アイに出演。その後、テレビシリーズやテレビ映画への出演、対策映画の脇役が多かった。2007年に入り、公演兄弟の ノーカントリーやロバート・ロドリゲスのプラネット・テラーイン、グラインドハウス、リドリー・スコットのアメリカン・ギャングスターなどに続けて出演し、高い評価を得る。その翌年の2008年には、オリバー・ストーン監督のブッシュで、主演のジョージ・ W ・ブッシュを演じ、ガスバン・サントが手掛けたハーベイ・ミルクの電気映画、ミルクでは、 アカデミー女演団優勝にノミネートされた。その後も公演兄弟のトゥルーグリッドやポール・トーマス・アンダーソンが監督したインヒアレント・バイス・ドゥニビル・ヌーブ監督作品のボーダーラインなど数々の作品に出演。2017年からはアベンジャーズシリーズで役役であるサノスを演じた。1988年に女優のアリス・アデアと結婚。 二次を設けるが1992年に離婚。1999年から2001年まで女優のミニードライバーと交際し、婚約までしたが破局。2004年8月14日に女優のダイアン・レインと再婚したが、2013年に離婚。2015年3月に自身のアシスタントでもあったモデルのキャスリン・ボイドと婚約し、 2016年9月に結婚式を挙げると2018年11月に娘が生まれたことを発表した。ありがとうございます。